はいはい、風景です。さて、最後の戦いですね。に行きますよ。窓の世紀に向かいます。で、今、曜日はノームですね。よし。だなぁ。で、アイテムは何があるかな。チェック中ですね。はいはい。準備はしたな。よし、じゃあ行きますよ。さてと、では、いますか。すごいドキドキする。わざわざノームの日を選んできました。ここはね、自衛都市マヤですね。で、ここ近くなんですよ。ここです。マナの聖域への扉いきますかね。ここに来るのは久々だな。さて行くか。なんかちょっと変わってますね、色が。やっぱりなんていうか、マナが失われてるってことなのかな。よし、行こうか。アイテム入れ替えた方がいいかな。アイテム入れ替えます。まず風の太鼓いらないから、こいつを使うやつ。どこだっけ。あとはチビデビルの瞳に変えておきます。さーてやっていくかな。1分かってるような分かってないようなって感じなんですよね。まあ、一応ね、地図チェックしてきたんですけど、ちょっとこっち魔法かけちゃう。魔法かけると、こちら攻撃を食らうとね、変身するんですよね。あ、てか、やられたか。あ、待て待て。倒される前に魔法を出してくれたみたいだな。よし。で、ちょっとまた、魔法間に合うかな。一応かけてみよう。どうかな。でね、チビデビルの瞳をね、使って戦闘回避できるんですけど、シェイプシフターってやつ、こいつね、あの、ピョンピョン飛び跳ねてるやつ、こいつには効かないんですよね。でもこいつね、変身するんですよ。他の敵に。うわ、ちょっと待った。リースがやばいんじゃないの？で、変身してしまうと、チビデビルの効果があるんですよ。だから、変身してもらった方が楽です。だけどまあ戦いたくないですね。こっちだっけかな。これだったら回避できる気がする。なんとなく。どけ。こっちかな。道がね、かなり、うろ覚えて変わってるかな。おっと。この下のやつ。黒いやつがいますね。あいつはシャドウゼロっていうやつなんですけど。あいつはね、味方に、ああ、やばい。ちょっと全滅寸前じゃないか。ちょっと待て。魔法かけられるかな。魔法かける前にアンジェラの HP が持ってくれれば。ん？今ちょっと変だったね。違う。アンジェラの HP が持ってくれれば。はい。よし。とりあえず変身してもらったから楽だな。こっちかな。いや、違う。道間違ったぞ。あ、近いな。うわ。で、ちょっと HP 回復しとくか。あと、リースが倒れちゃうとまずいね。だから、うわ。こまめに回復。こっちかな。ほんと、左。うわ、食らされた。うわ、来た。怖い。こいつ動き早すぎるよな。ほんと、こいつ性能高い敵です。で、魔法かけて、足止めできるかな。どうかな。こっちなんか適当なやつに変身してくれればいいんだけども。プチザラゾンビとか。強敵に。でもラビに変身することもあるんですよね。てか、セーブポイントまで来ました。よし、じゃあせっかくここまで来たんだからセーブ取っときますかね。で、HP 回復しますけど。で、また戦闘があるんで、また減っちゃうんだよな。で、これ、一番下のセーブは、下見に来た時ですね。ちょっと迷うのが嫌だったんでね。
一番下にセーブしておきます。あら、違う。違う違う。よし、行こう。やれやれ。いや、緊張しますね。ちょっと。緊張するわ。こっちで合ってるんだよな、多分な。アンジェラがまずいぞ。ちょっとアンジェラ倒されたくないな。で、ここは倒さなきゃいけないんですよね。どうやら。だから、魔法かけておきます。で、うまい具合になったら変身してくれれば倒せます。よしよしよし。あれ貝殻ハンターになったもしかして。貝殻ハンターになりましたね。わざわざ無力なやつで変身してくれました。で、ユニコーンヘッドとバックオーターマー。ちょっとまたアンジェラが、アンジェラこれダメージ下されたと倒せないぞ。アンジェラの HP 回復しておくか。で、あと1体かな。これチビデビルで、バックオーターマーを無力化します。よし。で、あとは魔法かけて倒しちゃいますね。あ、ここにすれば倒すのは簡単ですね。あ、ちょっと待った。右のやつ、もしかして、あれかな？別のやつに変身したりするかな？一応これ、かけてみるか。あれ？変わらないか。そうか、そうか。貝殻ハンターは、ボディチェンジ効果ないのかな？ってことは。あと一体だな。こいつが変なやつに変身しなければさっさといけるんだけどな。あ、間違った。かけられなかった。どうかな？うわ。よし、倒された。けど、倒したぞ。よし、行こう。今度は、ちょっと、うまいから抜けたい。抜けたいぞ。こっちですね。で、これは上で、HP 回復するか。しかし、ちっこいなりして強すぎだよな、これ。シェイプシフター。超強いんだけど。こっから先は敵出ないかな。さて、じゃあここで体勢立て直しますね。よし、回復しました。で、アイテムの補充と、入れ替えですね。さてと、これが最後のアイテムの変更になるんじゃないかな。まずじゃあ、蜂蜜ドリンクを入れて、で、バックンチョコ外しますね。これをね、マーマーポートの油に変更します。で、魔法のくるみ補充して、で、あとは、チビデビル外して、これこれ、シャドウゼロの瞳。これめちゃくちゃレアなアイテムなんですよね。これ手に入れるのにかなり時間かかりました。よし。行くか。行きますよ。ちょっと倒せるかどうかゴブゴブって感じだと思うんですよね。本当に。いましたね。残念だったな。マナの木は枯れ、マナの女神はたった今死んだよ。なんてひどいことを許せない。どうした？マナの木が失われ、どんどん弱っていってるようだな。無理もない。フェアリーはマナの木より生まれ、マナの木と共に死ぬ。いよいよ超人となったわしによる、殺戮と破壊、そして闇が支配する、新たな時代の幕開けじゃ。わはは。やっぱこいつ三下っぽいよな。言ってることが。そんなことさせない。あ、フェアリー。バカめ、死に急ぎよって。昔これと同じ、これと全く同じことがあったぞ。そうだ。オルセナの王子と黄金の騎士の時のフェアリーと全く同じだ。あの時は黄金の騎士の捨て身の攻撃で不覚にも相打ちになり、長い間身動きが取れなかったが今は違う。
超人となった今のわしにかなうやつはもはや存在しない。見るがいい、完全体となったわしの本当の姿を。竜帝は巨大な竜に変身した。これが新しい神の姿だ。神々しかろう。さあ地にひれ伏し祈るのだ。そして新しい神の生贄として死ね。苦しい。そこまでよ。たとえマナの木が枯れ、マナが失われようとも、私たちは決して諦めたりしない。最後の希望、アンジェラたちがいる限り。マナが失われれば、私たち精霊は消える運命。でも悲しくなんかない。アンジェラたちはマナがなくても、きっと新しい世界を作っていける。さあ、立って、アンジェラ、シャルロット、リース。あなたたちの手で未来を守るの。私たちは姿が消えても、いつまでもあなたたちの心の中にいるよ。負けないで。若者、貴様たちに勝ち目はない。マナの剣以外では神となったこの私は倒せん。そのマナの剣もすでにない。諦めるがよい。マナの剣は失われてない。あなたには見えない。アンジェラたちがいる限り、彼らの心の中にある希望という名のマナの剣は決して失われることはない。えい、黙れ。そんなものをわしが何度でも消し去ってやる。超人の前に希望などいかに無力なものか思い知らせてくれよう。